こんにちは向田国子作雷子さんブラームス岩本麻里を2回に分けてお送りします岩本麻里はバイオリニストで1926年に生まれ1979年に53歳で亡くなりました私の夫は中学生の時 学校行事で演奏を聴いたことがあるそうですが当時の担任の先生が「世界的なバイオリニストが地方の中学校の体育館で演奏してくれるなんて本当にありがたいことです」と言っていたとかそれでは1回目を始めます岩本麻里は笑わない人だと思っていた。 グレタ・ガルボがバイオリンを弾いているような端正な美貌は天才少女と騒がれたソリストの頃から円熟の中年を迎え岩本麻里弦楽四重相談のリーダーとして室内楽一筋に活躍中の現在までステージではほとんど笑顔を見せたことがない美しい人が笑わないのは神秘的である。 そのせいかバイオリンの音色の方も合法でいながら透明情熱的でいながら底冷たい凄みを持つ笑わない音のように私は聞いていたところが素顔の岩本まりは何とも笑い上手なのである音楽というものは一体どこから生まれるものでしょう 弦でですすか、弓ですか、それとも指ですか弾く人の心ですか?と」とまず素人の厚かましさで愚問を発したところ「まあ面白い。あたしそんなこといっぺんも考えたことなかったわ」「体を二つ折りにして楽しそうに笑うのである。 落語が好きで子さんがひいき、あのにらみがたまらないわね。もう一人浅香三代。いよみっちゃん待ってました。なんともいいまで掛け声の実演までしてくださるのである。浅草の奥山劇場の楽屋で。 友人が引き合わせてくれた。「胸がドキドキして口が聞けないの」「もろ肌脱ぎの女剣劇の女王は目の前でかしこまっている人がバイオリンの女王だとは知らなかったらしい」「私のこと変な顔して見てたわ」「格別のお言葉はたまわらなかったそうだ」 ステージでは黒と白しか着ないが「うちでは派手よ」「いろんな色のネグリジェをいっぱい持ってるの」「クククと笑う」「のんべいのインコがいて女主人と一緒に晩酌をする」「薄い水割りに酔っ払って女主人の膝でコトンと寝てしまう」という話に「 また楽しそうな笑いのピチカートが挟まる。一番大切なもの決まってるじゃないの。バイオリンと思いきや目が先に笑ってお金よ。お足がなきゃ老人ホームに入るとき困っちゃう。力のある人は言葉を飾らないものだが それにしてもざっっくばらんな答えと笑顔だった。5歳の時から46年半世紀近い歳月バイオリンを弾き続けた体は背骨が曲がり背幅は大人並みだが前身の幅は子どものサイズしかないという手は強く大きい。 痛ましいほど短く切った爪クリームや乳液を拒絶した女の手というより働き通した人間の手であった羊の腸をよって松ヤニを縫った硬い四本の弦を微妙に押さえ震わせて目に見えない音を探し続けた険しい指であった。その指に 大振りの指輪が一つ父上の形見だという幼い娘にバイオリンを与え小学校3年で学校を辞めさせてバイオリニストとしての専門教育を受けさせたのは父上であった最も心を惹かれる作家は甲田綾あの文章 まるでモーツァルトとブラームスが対話しているみたい。コーダーヤも、ロハンという偉大な父を持つ人である。剣道六段、早稲田大学、ボート部キャプテン。乗馬の得意な、おそらく美女婦だったろう父上を愛しながら時に反発し、また懐に舞い戻ったこの人は、 矢の世界に自分の姿を重ねて読むのかもしれないぼつぼつ白いものも混じり始めた長い髪は無造作に束ね二三本のピンで結い上げてある何度か恋をしてその恋を失うたびに思い切りよく髪を切ったというが今は伸びて腰までの丈がある。 尽くしすぎてうっとうしがられたのね全力投球型で弟子を取った時も生徒はケロリとして帰ってゆくが教えるこの人はくたくたになったという恋人に対してもそうだったとほろ苦い笑いを見せていたが結局この人は生身の男よりバイオリンに尽くす方を選んだということなのだろう。 今日はここまでといたします。ありがとうございました。